Sun is coming up, are you ready to go? We can take a ride, we can take it slow. Your will is my law, I'ma let you be the boss, cause I'll go with you. Shimaru no Daibouken. はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はかわいいかわいい丸が来ています。やっほー。なぜかというと、私たち怒ってることがありますね。はいはいはい。まる子が家事をしません。料理もしません。はい、まあご飯しかしない。あ、いいじゃん、ご飯作る。うん、ご飯作る。ご飯作れたらいいんですけど、はい、まる子先生はご飯も1年に1回くらいしか作りません。やばい。そう、だから、なんか私すごいムカついて、インスタグラムの一人で、みんなはどういう風にしていますかって、クエスチョンしました。そしたら、結構面白い返事が返ってきたので、まると一緒にこれを見ようと思います。はい。はい。OK。見ましょう。見ましょう。はい。見よう。Una chica me dijo que piensa es muy machista, pero su marido es buena. Sí, buena en esas cosas. Claro. Si, al principio, una de las cosas, los hombres piensan, ah, sí, abajo. Sí. Al principio, cuídate. Pero, ¿sabes? Para nosotros es demasiado tarde.Claro, por eso. Como, ¿no? ¿Nareta? 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 ¿Nareta?リアルスウェロを何か分けるために分ける、そうそうそう、分けるために。スマリド hace muchas cosas で、これめっちゃいい。でもこの国はドイツです。ああ、分かる分かる。今分かった。そうそう、何かドイツ人は結構日本人と似てるところがあるから、そうやってくれそう。Sí, muchas veces decimos, mira, hazlo esto, esto, esto. Pero si no hacen nada, no cambiará nada. O una cosa, ah, voy con todo. Se puede hacer, oh, no. やらない、やらない。そうそう。やらない。No. え、でも、やばくない？そう、でもこういうふうにやったら、そうになりそう。そうですか。でも、バー。汚くなる。だってなんか、マルコは、え、なんかやらなくてもいいよっていう。なんか、これ、二人の家だから、いい気持ちで、なんか過ごすために、ちゃんと掃除しようって言ったんだけど、え、そんなにこうやらなくていいよ。汚くないから。って言ったんだけど、私の足の裏はめっちゃ汚いよ。やばい、めっちゃ汚い、本当に。日本人の男の子は、最近は、家事とかも結構やりますよって。おー、めっちゃいい。そう。なんかスペインはまだ、イコールじゃないですか、女の子と男の子って。していました。我が家はイコールではありません。私の家は残念残念残念。はい、今回なんかこういういっぱいみんなのアドバイスとか、こういう風にやってるみたいなやつをもらったから、これについてちょっとリオとマルコに聞いてみようと思います。聞いてみましょう。どうだろうね。どうなるの。なんて反応すると思う、みんな。絶対エクスクーサスばかりすると思う。言い訳。はい、見てみましょう。学語知って、はい、乾杯。亮誕生日おめでとう。美味しいね、このくらい。美味しい。やっぱりみんなはめちゃくちゃハッピーで暮らしているから、それは何以上。はい、この動画を見てくれてありがとうございました。え、終わり。今日は私が文句があってこの動画を撮ります。家事について、ハウスワークについて。森たまに家事になって自然のためにめっちゃ悪いことだと思う。いろいろ燃やして、見て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 、俺もないです家事って。で見て、みんなこんなテラスで飲んでいい感じで、いい感じで。
あのね、マルコは家事をしてくれないっていう問題です。嘘つけよ。マルコだって家事大好きじゃん。いつも皿洗いしてくれていつも掃除してね。どうですか、どうですか。イオが言ってることめっちゃってるし、あのやっぱり私のことを理解してくれる人は少ないだなって思ってる。リオは家事してくれる？全然、全然しない。は？俺毎日ご飯作ってんじゃん。ご飯、でも全然掃除しない。待って待って、マルコ、マルコ、マルコさんご飯作りますか？作りません。あー、僕が作ってるよ、たまに作ってるよ。でも1年に2回くらい。どうやら。そんなことない。 それは言い過ぎだよ。毎日僕昼ご飯作ってます。まあ、確かに毎日寮は昼ご飯作って、私毎日夜ご飯作る。えらい。うん、俺は週に1回、じゃあこの日に掃除しますみたいな掃除当番表があれば俺は掃除するの。そう。でもなんかそういうのも決めない、そういうのも決めないだったら、俺はなんか自分からもうちょっと今日掃除してなみたいな日はないわけ。俺はあんまり、うん、でも寮めっちゃ汚いから寮の服をいっぱいバーン。はっ、じゃあ家移す後で。はい、マルの服めちゃめちゃあるからね今。俺の服一個もないよ今。私掃除する、寮全然しない。じゃあだから掃除当番決めればいいじゃん。だって月曜日にじゃあ俺がバニョ、マルが何欲しいなとか。でもねこの人はあの Google のカレンダーにアセアルスウェロって言ったんだけど、うん、あの1回しかやってないんだよ今まで。あの1年間だよ、マンレさんにいる時に。やばいじゃん。まあマンレさんにいる時にあのちょっと地元にいるから、あのやっぱりなんか楽になるよね。でもここに来てからやっぱあの父とちょっとそういう話があって、カレンダーに書いた。だって僕は家事がやらない理由は、やらないっていうかタイミングが違うよね2人。でもなんかさ、それ獅子にとって汚いって思ったら、私はまだまあ1週間全然待てるよね。そうそうそう。でもね、足の裏が汚くなるんだよ。でもなんか暗くなるじゃん、足の裏が。暗くなる。そう、サンダル履けばいいやん。ねえ、サンダル履けばいいやん。何を言う。何言ってる。キモいキモいキモい。それサンダルか。サンダル、サンダル買えばいいよ、ね、サンダルはとちょっと言い過ぎかもしれないけど、靴下履ればいいよね。靴下履けばいいよ。それでもサンダル嫌だったらいいよ。キリパカ、グッジョシダ。バレ、プエス、オイ、バモサリンピアルスウェロ。そうじゃん、そりゃ。フントス。そりゃそうでしょ。これめっちゃいいんだけど、ああ、vale、pues、yo、luego lo hago。No. なんかでもいつもやらないでしょ。うん、一緒にやればほうがいい。そう。私たちは一緒にやるでしょ。でもリオ、はいね。でも一緒にやったほうがいいって言ったら、父はいつも私はプレイステーションをやってる時にって聞かれるね。マルコ大丈夫、一緒にやるって言ってやると、俺が 30% でマル 70% でも許されるの。はい、めっちゃおすすめ。めっちゃおすすめ。そう、俺ね、なんかね、俺掃除さめっちゃしたのに、見て、私はなんかあのハーフハーフ、なんか50-50で、うん、じゃなくていい、別に、うん、ただなんか一緒にやれ、うん、まあ一緒にっていうか、一緒にっていうか月曜日はあなた、火曜日は私。だって先週、うん、僕はちゃんと放棄したよね。その約束を守りました。そうそう、だからなんかそれやっていってくれる、これからもずっと。うん、la razón que limpia suelo es para no enfadarme. すごい丸の。いや、めっちゃ愛のジェスターの一つですごい素敵だと思う。だって私やったらもうちょっと待つなんだけど、獅子の気持ちは優先してやっぱ今掃除にしよう。でもなんか足の裏が汚れる時に汚いんじゃない。もう綺麗じゃない。あの私たちは海に、あのうちに住んでいるっていう意味だよ。しーちゃんが気になってるから、あじゃあまあや、まあいいでしょ、まあ、別に俺は別にそこ汚いと思ってないけど、私の愛する彼女がやるって言ってんだったら、じゃあまあ協力しようかなっていうことでしょ。でもなんか帰った時にさ、汚かったら嫌だよね。うん、あー汚い家に帰るのかって思ったらさ、なんか清潔好きじゃん。あ、わかったわかった、これにする。なんか私は掃除をしてもらう時に私のことをめっちゃ好きな気持ちが伝わって嬉しい。もう一回、怒るじゃなくて、あのめっちゃ嬉しいことを言う、やってくれた時にご褒美が欲しいのよね。ね、そう、犬みたいにご褒美が欲しいのよ。クキとかあげたら、クキと塗ったらくれたら、マルコなんてもあ、いい、それでいいの。そう、それで、マルコなんてもカントリーマーム3個で十分なんだから。そうそうよ、カントリーマームってチョコレートのお菓子。あ、カントリーマーム日本の。あ、わかる。つまり、トドのつまり扱い方が下手くそなのよね。だからもう一回、扱い方が下手くそなのよ。なんかもね、学習参加。
はい、ということで皆さんどうでしたか？どうでした？どう思う？どういうこと？じゃあ来て来て、早くここに来てください。どうぞどうぞ。どういうこと？あの、内緒で撮っていました、このオープニングとエンディングを。どういうこと？どういうこと？今、あの、2人の悪口言ってた。またまた。そう、俺前回もやられたわ、他のカップに。どんだけ俺悪口言われればいいの？男を悪者にしようっていう、うん、じゃあ俺も悪ことどういうもんね。そう、しーちゃんと私完璧。そう、ということで、女の人は 100% じゃなくても全然よくて、うん、掃除してる時にちょっと手伝ってくれるだけで、うん、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。で、サッパーと、え、そう、サッパーと感じる、サッパーと感じる、サポートと感じる、サポートと感じる。そう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 。今ね、多分夏休みでお父さんが家にいて、子供も家にいて、なんか世の中のお母さんとか、あの奥さんは結構ね、大変だ、大変って思いますので。はい、僕もね、いつもね、やってるんでね。ねえ、いつもやってるんでしょ。ありがとうね。お願いします。やってる人いると思うから、男の人も、うん、だからそれはもう本当に嬉しいし、あの、私もマルコをそういう風になってくれたら、あ、もっと最高ってなる。お願いします。ということで、あの、出かけてるチャンネルの私たちの動画も見てください。そっちの方が多分ほら。そっちはもうね、もうね、結構長い時間撮影して、編集も頑張ったので、見てください。はい、よろしくお願いします。はい、皆さん、いい夏休みを過ごしてください。じゃあ、またねー。またねー。次回は…I can feel my body cold against the concrete. あの、面白いこと気づいたよ。ゾウわかる？ボーンの動物はね。うん。じゃない？これね、たまりますよ。実はスペイン語で、ホコリについて、あの、面白い物語を書いています。そのホコリは、あの、人間だったら、どういうふうに感じるの？こういう神様、大きいやつで殺される。だから、あの、日本語の翻訳をするときに、はい、皆さん読んでください。なんかさ、スペインってさ、学校にいるときとかさ、あの、掃除することなかったの？どういうこと？あの、después de la clase teníamos que limpiar nuestra clase。 スペインないよ、これ。ないの？ないよ、全く。見たことある？この動画。日本で見たことある。そう。毎日机と椅子を動かして掃除するんだよ。そう。なんか私、そうだね。最初見たときにめっちゃショックだった。え、子供にやらせるのって。当たり前だよ、これ。エデュケーションだよ。そうだね。やっぱりいい教育だと思うよ。そう。ね、水もったいないよ。ありがとうございます、洗ってくれて。大変仕事、距離は低いな。私毎日ここ10時間ぐらい働いてるんだけど、毎時間1ユーロ。大変だよ、子供もいて。ずっとパン洗ってずっと食べてるの、この家族。私が全部払うよ、給料低いな。ちょっと笑ってよ。笑ってるよ。やばい、めっちゃ久しぶりに見る。久しぶりじゃねえだろ。めっちゃ久しぶりに見ますよ。そんなことないでしょ。頑張ってるね、嬉しい。何作っていますか？マルコトルティーヤ。マルコトルティーヤ。マルコトルティーヤだよ。
そうそう、マルコはね、ご飯作るときにね、結構美味しいご飯作るんですよ。イタリア人のパパがいて、パパのご飯は本当に美味しいので、パパのご飯に勝てないよね。そうそう、パパはレストラン開けるくらい美味しいもんね。美味しそう。塩はチョコートだけ。皆さん塩気をつけてください、体に悪いから。え、ちょっと違う違う、それは違いますよ。ああ